ソネ構造は日本の柔道家。昭和初期には珍しかった体重 100kg の波外れた体育を持って柔道界切手の豪傑と知られ、明治神宮競技大会等の大会で活躍したほか、警視庁の柔道教師を務めた。行動館で最大派閥を誇った三船久造の皇帝の一人。また、1958年の第2回世界選手権大会で、 優勝した、ソネコウは老いにあたる。埼玉県に生まれ、幼少時は柔術を学んだ。形を中心とする稽古に、物足りなさを感じていたソネは、1920年9月に、ランドリー中心の行動館に入門して、感激を覚え、名人、三船急造に指示して、稽古にのめり込み翌月初段、21年7月に2段、22年6月に3段と、 順調に商談を重ねた。月次試合や紅白試合にも欠かさず出場したが良い、成果は残せず、本人によれば、右技ばかりに偏りすぎて変化がなかったからとのこと。左技の鍛錬も始めてからは、次第に成績も上がり、さらに戦後の動きを加えてからはその効果が一層、見られたという。1927年に、警視庁柔道教師を拝命し、 身長170センチメートル、体重90から100キログラムと当時としては、並外れた大柄な体格と、朝鮮総督府警察教官の古沢官兵衛と共に、東西の総壁とまで言われた腕力の強さをもって、警視庁の曽根として全国にその名を知られた。立っては、払い腰や内股、大外刈り、体落ち、寝ては後けさ方、上方を得意とし、同年10月の、 第4回明治神宮大会では優勝を飾る。1928年5月には東京学生連合と警視庁との対抗戦で警視庁大将を務めて相手方大将の安倍新聞五段と引き分け、1930年11月の福岡市主催第一回東西対抗試合には東軍大将で出場。同じ頃、1930年10月の 1> 第1回全日本選手権大会地区予選では、本大会の優勝候補筆頭と目されていた腐敗の柔道王、牛島達熊を大外刈りで破る大金星を挙げ、この快挙は世に驚きを持って迎えられて、翌日の新聞でも大々的に取り上げられている。1932年5月に柔道教師の称号を授与され1933年6月には六段に、昇段。 1934年5月には、皇太子殿下五誕生報祝典覧武道大会に、指定選手として名誉ある出場を果たしたが、予選リーグ戦で、川上忠六段を下したものの、飯山栄作五段と小形俊六段に敗れて、決勝トーナメント進出を逃した。同年11月の第4回全日本選手権大会は、初戦で、富山の羽田康文五段に敗れている。 1936年4月の初めて開催された第1回全日本東西対抗大会で、ソネは、東軍副将で出場、試合は、西軍優勢で進み、西軍4将で、竹仙教授の遠藤清六段と、相対し挽回を期すソネだったが、時間内に優劣つけがたく試合は引き分けに終えた。続く、東軍大将で、おなじみ船門下の佐藤金之助七段も、 西軍三将の古澤官兵衛六段と引き分けたため、西軍に副将、大将の腰の勝利を譲る審査を舐めている。自身三度目で最後の出場となった1938年10月の第8回全日本選手権大会は、専門総年後期の部で3位に終わり、ついに選手権獲得はならなかった。1940年2月の後期2600年、 王祝全日本東西対抗大会では、東軍首相で出場し、全大会と同じ顔合わせとなった、西軍三将、遠藤清七段を得意の後けさ方で破ると、続く副将の古澤官兵七段と障害で、初めて総退。会場の宮崎神宮に西外園特設道場が、沸き立つ中、試合は、激しい攻防戦の末に決着がつかず引き分け、西軍が、 大将の神田久太郎七段を残して勝利を収めた。同年6月の期限2600年宝宿天覧武道大会には指定選手として再度出場したが上位進出はかなわず。それは当時の柔道界において他を寄せ付けない堂々たる体育と豪快な技を持ちながら戦前、戦後を含めて勝負運に恵まれず、 大舞台であまり結果を残していないのが特筆される。ソ根本人は、その原因を満身と、自己分析し、1934年の昭和天覧、慈愛での敗北を例に出して、優勝のみが頭にあり、平常心が欠けていたからだろうと実感していた。なお、この頃には、南京次郎行動館長が設立した、高等教員養成所の一期生として、同じく参戦派の白井聖一。 伊藤四浦大谷と共に学んだ。ソネをモデルにした、法選寺、二王像終戦直前の1945年5月に八段。1952年11月23日には、行動館、創立70周年記念として開催された、全日本年齢別選手権に出場し、決勝戦で、中国代表の大木名七段を、法上司法型で、抑え優勝を果たした。 年齢を重ねても、筋肉の流々とした、見事な体格は相変わらずで、行動間講段社大会にも4回出場。1955年には、東京大空襲で消失した、宝泉寺の二王像再建にあたりを指蔵、運蔵のうち運像のモデルともなった。名誉師範の肩書きとともに、警視庁を辞してからは、東京都柔道連盟副会長、同友会会長、 国会議員柔道連盟師範、早稲田大学、青山学院大学、歯科大学の師範等を歴任し、自ら佐賀谷に設立した、ソネ道場でも、後進の指導に当たった。ソネは投げ技の双方、固め技の双方、稽古後の整理柔軟双方の三つを総工夫して、実践、これを、門政の北海姫県警察と長崎県警察に、指導したところ、両県警察とも、 韓区大会で優勝するほどの成果が見られたという。柔道への情熱で右に出るものはなく、後進には日本伝行動艦柔道の門に入った以上は、新婚を打ち込んで一層の努力と精進をしなければ、ならない。鉄は厚く赤いうち内に打てというが、柔道の稽古も若いうちに猛練習することが第一、と説いていた。また、それによる直接指導の有無は定かではないが、 1958年には、老いのソネコ二が世界選手権大会で優勝を飾っている。行動関心議員として、柔道界の運営にも携わり、1962年11月に球団に商談するなど柔道界の大御所的存在のソネであったが、1973年に遺願のため死去し、かつて縁のあった宝泉寺に葬られた。 その死に最死刑視庁柔道主席師範の炎天臨床は、指導にあたっては実践休校で常に熱を帯びた、厳しい姿勢だが、稽古後は一転して慈愛あふれる、温厚、活達な人柄であった、手帽で飲めば飲むほど今日が湧き、縁石では手拭い折って頭に乗せて、野崎参りを歌い出すほど愉快な一面もあったと、行動換気監視に寄せている。ありがとうございます。